それでは The Wonderful 101の続きやっていこうと思います。今回はオペレーション004の C ということで、おそらくボス戦でしょうということで、ワンダフルマートには寄らずにこのまま出撃したいと思います。まあ、アイテムキャッチャーっていうスキルをつけてもあまりユナイトガッツを使う場面がないんじゃないかなというイメージからですが、さあどうなるか。というわけで出撃します。今つけてるカスタムブロックは確かヒーリングガッツと受け身とエナジーコンバーターかな。とりあえず受け身の練習。当たらない。じゃあいい、ワンダーライナーの練習しとこう。これがね、狙ったやつが出せるか出せないかって随分死活問題になっちゃうから。ほい、あと出す方向とかも難しいかも。敵に当たっちゃうとなんかライナーが引けないっていう時もあるから。お、ピースターちゃん、よし、ではやっていきましょう。これは女神像、めちゃくちゃ光ってますけど、すごく怪しいですね。綺麗だな、可憐だ。俺っち的にはちょっとボディのボリュームが欲しいところだっちな。お前ろくな大人にならねえぞ。ブルーさんに言われちゃったよ。どこなの、いたら返事をして。ルカ君、聞こえるか、どこにいる。あの子一体どこに。ピンクさんをこんなに心配させるなんて。いいぞ、持ってやれ。よくここまでたどり着いたね。そして金髪の僕、ビジョンさん。そんな女神像に目の色変えて浮気でもしようってのか。その声はビジョン。でも残念だけど、その子は私が先に見つけた。どういう趣味は何だ。ちょっと遊ばせてもらう。気のせいかちょっとレッドの。お、なんだっちこれ。あれ、まさか。お、ルカ君。ここに忍び込めば奴らの親玉のところへ。ルカ、おお、勇敢すぎる。この子をお仕置きして大事な大事なバリアを破り捨ててやろう。この子っていうのはこの女神像のことか。お、この水圧に長くも耐えられない。ビクトリー号、バージンビクトリー号、緊急浮上。やあ、おお、あの水圧には耐えられないとか言ってたけど来てくれた。てか一番最初女神像に鼻フックしたのかと思ってちょっと焦ったけど見間違いだった。そしてアンリミテッドオーブ起動。アンリミテッドホームでユナイトゲージがマックス。ソインユナイトアップ。だいぶヒーローが揃ってきたけど、ちょっと白と緑の間が気になるな。あ、先に行けない。なんでこれ。おお、歩道攻撃。あ、リーチがない。お、これは、あ、レーザーだと。よし、からの、おお、これは吸着して、あ、しまった、うわ、間に合わない。あはは、意外とあの爆弾兵器だったりする。ふう、なんとかやり過ごし。お、お、おお、怖え。あれは物理攻撃か。そしてこれは避けて、あ、なんだって、赤くなってるやつはその場で爆発するってことか。クソケチ。これは避けてユナイトガンで反撃。当たってねえじゃん。ほら、このゴム周りしっかりしろ。これはレーザーを跳ね返す。おー、ちょっとあれ。すごいたくさん得点もらったんだけど。違うって。これは余計全部壊れちゃったと思って。相変わらず高低差に弱いな。でも高いところから打つのは得意。よし、
これはかわす。全然当たってないじゃん。これはおーっと、これユナイトができるのかな。危ない、おー危ねー。ここはチャンス、ほい。いい感じ。これはほい、うん。あれもしかしたら何度も跳ね返し直すことで得点がいっぱいもらえるのかも。そしてほい、よーし、やるじゃん。これはほい、いてー、防げてない。人数足らんかったか。おっと、間に合い、危ない、ほい。まず片方やっつけて集中攻撃。この攻撃は逆側に行けば簡単にかわせるな。これは跳ね返してるようなポイントが入ってるけど跳ね返せてない。ほい、よし。おっと、中途半端。おっ、剣でそのまま返せるんだ。へえ、ハンマーでも同じことができるけど。じゃあほい、あったあったあった爆発するやつはダメだった。どこ狙ってるんだよ。よし、ほい。これは長いウィップだ。ウィップを作ってほんにゃろ。よし、お、新技ワンダフルライジング、とうとう熟練のが止まったところで。おお、かっこいい。お、なんか光ってるぞ。叩く、これはハンマーで。あ、いや、やりすぎた。やべ、なんか、おお、おお、やめて。よし、あ、なるほど、この連結部分を叩いて切り離すと。おお、ざまあ、まあ多分追ってくるだろうけど、束の間の平和。やっと地上に出られたか。おお、おだーこさん、この虫けらども。おお、しつこいタコだぞ。明らかに弱点部っぽいところ。タコの一本釣りだ、ついてきて。ルカ、そうだ、すっかりルカ君が入ってること忘れてた。さあ、化粧化け、ルカを返してもらうわよ。やばい、何のことだい。お前たちはここで全滅するんだよ。全滅、いや、よく見えなかったんだけど。何これ、おお、キモい。とりあえず撃つか。あ、当たってないぞ。おお、何これ、いて、どうやって避けるんだあれ。あ、なるほど、あれはソードで違うし。うー、おい、あー、マージンビクトリーゴン、体力あるじゃねえか。よし、剥がせ、あれをどんどん剥がしていくのか。おお、すげえ、見えないからの、なんか泥っぽいのが。あ、なるほど、泥じゃないこれ、岩か。岩を掴んで、おっと、これはレーザーが来るからシャキーン。あれどう見ても剣に当たってるでしょ今の。この野
ガキカネ、ほい、よし、意外とガンデ反撃、相変わらずどこ撃ってんだよ、あの危険そうな触手から、ほい、おお、さすがブルーさんやで、回転したところ反撃、これはハンマーが来るってことは、こっちもハンマーで対抗できない、逃げ、うわーやめて、ちげえ、早速 S 字なかけないという、よし、あーもうちょい、次は、お、あーなるほど、何回もパターンがループしていくんだ、いいよ、パターンはやればやるほど攻略が分かってくる、ほい、掴んで投げる、そっちじゃない、なるべくならこっちの方投げてほしい、あー言うこと聞かねえな近いやつを狙うのか、おー何これ、ガトリングが結構減ってるな、時間との勝負か、お、ほい、あれ違う、イカスミ、いやタコスミ、しかも出てないし、よし一本破壊、おお、あれ何これ怪しい、 GDA の皆さんが来てくれた、来てない、早く早く、待ってらんないから撃っておこう、当たらない、よし、お、次はここはソードで受け止める、よし、そして反撃、いい感じだぞ、残す触手はあと2本か、いい感じ、よし、さあ来い、お、これは、ほい、ユナイトキャンプからちょっと吹き、おっと、ほい、来いや、止めた、止められてない、ダメージ入ったよ今、くそ、ビクトリー号にだんだんダメージが入ってしまう、かといってあれきっとユナイトガッツは無理だよね、あ、これ直せるのかな、よし、なんだすげえ回復するじゃん、じゃあこれ頑張ってやっていこう、あ、そこそこ、近づいたら切る、ほい、シャキーン、自分からレーザーに近づいていかないとちょっと漏れる、おお、味方が狙われている、よし、そうい、だいぶ体力減らしてると思うけど、おーし、岩だけで破壊してしまった、今のうちにユナイトキャンプで白ゲージを貯めて、ほい、よし、あ、まだ残ってた、これはもう一回チャレンジ、あっと、これはまあいいや、素早く反撃、よし行くぞ、空気を読んで猛ダッシュ、 こじ開けだと、よし、あ、ルカ君、ルカ、おいで、
よし、これで安心して攻撃ができると思ったら やっつけちゃったぞ。ですよね。おい、ライトアップ。そして、お、こじ開ける来た。え、一旦逃げ。お、判定広。今のうちに。なるほど、これはどうやって受けたらいいの。おお、ここまで逃げれば OK。 ほい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 、これだけ出かけるわ。どうだ、このドリルを攻撃しようってことか。ほい、一旦ユナイトキャンプしないとな。あ、これがチャンスか。クソ、そういうことか。一旦逃げて、シャリーン。あ、違う、そっちない。ほい、勝てー。くっ、よし、よーし、出た。ほい、減る減る。なんか来るっぽい。いてー、しかし構ってられぬ。なにこれ、間に合った。珍しい、白羽取りで。ほい、なんか出てきた。うわ、煙。よし、受け身で余裕の回避を見せて逃げ。これはちょっと崩せないかな。おお、おぶね、避けてよかった。ここはユナイトキャンプでまずはユナイトゲージを回復させてからの、ほい、超巨大ユナイト反動。よーし、うまい。返す。ぐわ、ブルー。そんな独りよがりなアタックじゃ私を生かせることはできないよ、青いボール。くそー、タコのくせに、人で乗ってるくせに。なぜあんな無茶を。俺が何をしようと俺の勝手だ。ビジョン、それこそ命に代えてもこの手で必ず。ちょっとルカ、あんた何も考えずに飛び出して。あいつらにどんな恨みがあるか知らないけど、もう二度と勝手な真似しないでよ。俺が何をしようと俺の勝手かい。ほら、
ブルーは青少年にろくな影響を与えないっち。全くだっち。子供に見せたくないヒーローナンバーワンだっち。うるせえ。諸君、緊急事態だ。我々はすぐに次なる目的地へ向かわなければならん。至急帰還してくれ。ささやかだが、熱いコーヒーとシャワーを用意して待っているぞ。ナジャ、総員帰還。もうずっと緊急事態だから特に驚かないっち。そうだね、ずっと戦いつくめだからな。ふうオペレーション004完了。航行進路オールクリア。バージンビクトリー号発進。なんとかクリアできましたね。いやー大変だった。ていうかビジョーヌさんは逃げられてしまった。お、追いかけてくる。オペレーションクリア。なかなかいい作戦だ。うん、まあまあっていうのはではないよな。普通ですね。よし、外賊に入らないかい。坊様、まさかの坊様。そしていや大変だった。しかしブルーは成長してたようで全然してなかったな。どうしてもビジョーヌが出てくるとカットしちゃうのかね。おかげでルカ君には悪影響を与えてしまってるけど、まあとりあえずクリアできたからよしとしましょう。次はオペレーション005、活火山オーガ島。活火山オーガ島、なるほど。じゃあ今回は小田箱さんを撃退してクリアですね。ビジョンには逃げられてしまいましたが、これからどうなるか。というわけで今回はこれで終わりにしたいと思います。ではまた次回よろしくお願いします。